はい、どうも皆さんこんにちは、あだまない男です。はい、本日はですね、前回ねちょっとおしゃれなお店に行ってしまいまして、まあね、男性の視聴者さんがね、大変多く見られているので、ちょっと申し訳ございませんということなんですけども、今回もねちょっとおしゃれに行かせていただきたいと思います。それはね、今回スクーター壊れちゃいまして、私の行きつけのスクーター屋さんがね近くにあるところで、なんかどっかいいお店ないかなと思ったらね、おしゃれな喫茶店がね高評価でありましたので、こちらをね伺わさせていただきたいと思います。で、本日ですねこういうところに来てます。最寄り駅は竹里駅です。でですね、あちらにですね、広島お好み焼き屋さん、広島天狗さん、ございます。で、本日行くところがですねこちらカフェくまさんです。もうもはや隠れてるかしてるお店を探すっていう動画になってますけども、メニューがねこちらです。だからね、ランチが2時までなんだって。これ頼みたかったなと思ったら普通のやつもありました。なのでねちょっとねこちらをね食べていきたいと思います。では早速中に入ってみましょう。あれ、ランチやってんだ。これって2時までって書いてあったんですけども、あ、いや、ランチの方がはいいいんですけど、このこれって今日何ですかね。あー、で、ごめんなさい、ちょっと交渉というかあれなんですけど、私こう顔出しとか一切してないんですけど、 YouTube やってまして、ただ食べるっていうだけの動画なんです。まあ、ここだけ映すんですけど、撮らせてもらってもいいですかね。あ、はい、すいません、もう一個なんですけど、もしかしたら2個頼んじゃうかもしれないんですけど、はい、でですねこちらがねメニューです。だけど、ね、お願いしたらランチメニューを特別に作ってくれるらしいので、ね、本日はですねこちら、グリーンカレーセットと、ランチはですねドリンクがつくので、このクマブレンドっていうのと、なんかネットでねこれがものすごくね写真載ってたので、こちらをね頼ませていただきました。と、あとねこちらね単品もできますので、こちらのね明太パスタを単品で頼みました。あ、すいません、ありがとうございます。なんかいいね、コーヒー飲みながらランチってしかしスクーターが壊れたのが、いやね、出来上がるまで待ちましょう。ちょっとここ行きつけになるかも。今度はプライベートで無言の俺ですごいね、やっぱツイッターでカフェくまさんに行きますっていうツイートをしたら、女性視聴者さんがすごい返信してくれてる。女性受けいいのかもしれないね。あ、すいません、ありがとうございます。めっちゃおしゃれ。これ俺来てよかったんかな。ちょっと待って、はい、こんな感じです。グリーンカレー、いや、かわいいね、クマの形になってんだ。いやおしゃれすぎる。ちょっと待って、俺浮く。まあ、とりあえずね、明太パスタが、来るまでねこれ食べましょう。はい、ではいただきます。なんかね、ナスがね、すっごい味が染み込んでて美味しいってネットに書いてあったんで、ね、ちょっと食べてみよう。いただきます。辛くない。でもうまい。なんかグリーンカレーって辛いイメージあったけど、あ、でも辛くないのにめちゃめちゃコクが出てる。続いてこれちょっといってみようかな。これ気になってた。これなんていう名前なんだろう。ちょ、おしゃれすぎてる。新しい味すぎて表現ができない。でも美味しい。はい、でですね、明太クリームパスタが届きました。はい、でこれをね食べてきました。これね、明太パスタにね、これね、しそが俺欲しいのよ。しそ、やっぱ明太パスタはぶれないね。うまい。よし、じゃあいただいていきましょう。このね、雑穀米のクマちゃんの形をしたの
崩すのもったいなかったけど。なんだろう、スープうまい、すげえ出汁が効いてる、何これ。これ今食べちゃいましたけど、これはね、あのごまドレッシングのサラダ。無言で食べちゃった。まあ、でね、グリーンカレーね、面白いのはタケノコとか入ってんの。だからね、味がね、こう日本人がね食べやすいようなね味付けになってんの、うん、食べやすい味、うん、明太パスタもすごい、明太ソースがすごい量なの、めちゃめちゃ濃厚なの。やばい、これ来て正解だったかも。最後の一言コメントが決まった。これはこれしかない、もう。でもさ、でもさ、グリーンカレーってさ、好き嫌い分かれる人たくさんいるじゃん。分かんない、グリーンカレー超うまい。うん、ホタテ、ホタテ、そんな高価なものが。とりあえず出汁が染みててうまいわ。ね、思ったんだけどさ、喫茶店静かじゃん、黙っちゃうよね。普通に本読みたくなるんだけど。食レポとしてダメだ。グリーンカレーごちそうさまでした。うん、最後の方ね、やっぱね、ちょっと辛くなってきた。うん、よし、最後これ食べよう。うん、いや、すんげえ濃厚だもん、何これ。うん、ごちそうさまでした。うん、今ね、お客さんがうんいなくなったんで、ちょっと定点撮影させていただきます。こんな感じですね。なんかこうね、出窓にこういう洒落てるのとか、でね、こんなのもね、ごめんなさい、食べ終わりました。すいません。あ、マドレーヌだ。あ、これ帰り買ってこう。あ、なんかすげえおしゃれすぎて分かんなかったけど、こうとお手洗いだ。俺気づかなかった。これコロナ対策でついてる洗面台かと思った。あ、トイレの洗面台だ。あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。最後にね、デザートのね、なんだっけ、いちごのパイ、うん、届きました。いいのかな、おじさん一人がこんなの食べて。でも甘いもの好きなんでね、食べましょう。あのデザートなんでね、この、 あのカメラアングルで食べたいと思います。あ、すげえ、あ、めちゃめちゃ柔らかい。そうでしょ。ああ、じゃあいただきます。多分ね、いちご3年ぶりぐらいに食べると。いや、幸せだわ。なんだこれ、すげえクリームボリュームあって、で中にね、カスタードクリームが入ってるのかな。うん、いや、ごちそうさまでした。今気づいた、あの俺明太パスタって和風パスタだから箸で食べてたけど、フォーク置いてもらってた。まあいいや、箸の方が好きだしね。俺フォーク使うな絶対。ね、最後にさ、デザート食べたじゃん、うん、デザート食べてこうやって見てて、このぐらいの目線だったのずっと、でここにコーヒーを入れてたの。ここにパスタ用のフォーク置いてもらってた。いや、ごちそうさまでした、非常に美味しかったです。うん、ということでですね、カフェクマさんありがとうございました。はい、ではですね、いきましょう、一言表神々だね、一言総評コメントを、いかせていただきたいと思います。はい、こちらね、カフェクマさんの一言総評コメント、閉店確定の居心地です。ダメだこれ。迷惑客になっちゃうよ。めちゃめちゃ居心地いいよ。わからないんだけどさ、雑音が全くないんだよね。で、BGM がちょうどいい音量で流れてて、で、すっ
っごい店内が綺麗だし、さあ、ね、前回もね、あの、のほほんじゃやさんをね、撮影させていただいたんですけど、なんだろうな、どちらもね、綺麗でね、うん、あの、カフェスタイルな、感じのお店でした。うん。どっちかっていうとね、のほほんじゃやさんはね、デートスポットっぽいイメージになりました。うん。あの、カフェクマさんはどちらかっていうとね、まあ、一人とか二人で来て、ゆっくりほんと本読みたい感じ。そういう感じの喫茶店でした。なので、ね、もしよろしかったらね、皆さんもね、来てみてください。ここね、かなり評価高いのよ。4.3 だったかな、Google 評価で。わかる。あ、喫茶店なんだなっていう。そう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 。うん。なのでね、もしよろしかったらね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。女性視聴者さんがね、増えましたら、もしかしたら喫茶店シリーズが増えるかもしれません。ということでね、本日の動画は以上にさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。うん。回れ、回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて、揺れて